コンカルノーは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン、フィニステール圏南部に位置し、かつてのコルヌアイユ地方に属していた。コンカルノー市街は、沖合の小島に作られた、要塞に囲まれた、閉ざされた、都市周囲で発展し、港に面し、長く漁業を主観産業としてきた。現在のコンカルノーでは、観光と造船業が重要な経済活動となっている。 2007年の新学期、初等教育を受けるコンカルノーの児童の1.7%が、ブルトンごとの二言語学校に在籍した。コンカルノー要塞、コンカルノーが初めて歴史に登場したのは、ランデベネック修道院の特許状大長に記載された時である。1680年から、ボーバンがコンカルノーを訪れ、防衛設備改善によるいくつかの事業を指揮した。 1694年に、これらの作業はすべて終了し、同年の6月7日にボーバンが視察にやってきた。1859年、ビクトル・コストによって、コンカルノ海洋生物試験場が設置された。ありがとうございます。